各種地方貨幣、日本銀行貨幣博物館地方貨幣とは、江戸時代に各藩により、原則として、領内通用として発行された貨幣である。戦国時代から江戸時代初期にかけて、各大名が自国領内通用として発行した、金銀貨は特に領国貨幣とも呼ばれる。江戸時代、徳川家康により整備の始められた、慶長の平成は、 貨兵の全国統一を図るものであり、本来地方貨兵は存在するべきものではないが、江戸時代前半には、小判の通貨体系としての、領の元となった、武田信玄による海能国の領国貨兵を引き継いだ、公衆金に限り領内通用を条件に発行が、認められた。江戸時代後期には、幕府の許可を得ない各藩による密輸が横行した。官営通り、 宝道線及び鉄線は、江戸の亀井戸及び、京都の七条を中心として、全国各地の銭座で鋳造が行われたが、これらの大部分は、幕府の許可による、公中線で、全国通用を目的とし、通常地方貨幣としては扱わない。天明4年に起こった、天明の大基金を契機に、領内救済を理由に、同年11月に、仙台藩が、 幕府に中造を申し出、許可を取り付けた、仙台通宝をはじめ、安政三年十一月に、日米は新条約に伴う開港を機に、発行の許可を取り付けた函館通り宝が存在した。さらに、幕末の文久二年、薩摩藩は、琉球の救済を名目に、三年の年限付きで、琉球通り、宝等百分線の発行を申し出て許可されたが、これは、 犯罪制の立て直し目的とした天望通り、だから密かいの隠れ身のとて、用意周到に準備されたものであった。地方貨幣の発行は、文久年間から幕末に集中しており、解剖充実などの幕府事業の各班への転嫁、一揆などの騒動対策による、犯罪制の逼迫、地方における戦火の復定、反殺の信用低下による、金属貨幣の発行、 幕府の権力低下による核反独立体制の進化及び朝廷による抽選宣言などが挙げられる。東北地方は旅重なる、例外、基金にあえいだ一方で鉱山が多く金属資源は潤沢であったことから、幕末期に森岡藩及び、久保田藩を中心に、銀藩及び、東百分道線及び、鉛銭など、数多くの貨幣が密輸されたが、 幕府には、すでにそれを取り締まる力はなかった。そればかりでなく、財政難にあえぐ各藩による二分金、一分銀、一主銀及び天保通り、宝などの密輸が横行し、特に天保通り宝は、密輸によるものが、流通項の約一、三から一、四を占めるに至った。これらは、鋳造による、出目の幅が、 大きい名目貨幣であることが密意に白車をかけ、銀代に金をと金したものや、亜鉛及び鉛分を多く含む銀貨など悪質なものが多く見受けられる。さらに官営通り宝についても、交渉船を移した鉄船及び鉛分を多く含む銅線などが古くから密意され、放渉船と呼ばれる。このような地方貨幣及び放渉船は、 密ゆえに覚書などの書類は焼却されたものと見られ、古文書による記録資料が乏しい。また、両国貨幣の中には後世による創作によると考えられる蘇生の不確かなものも存在し、そのようなものも文化七年観光の貨幣、解説資料である金銀図録に掲載されており、願賞品として扱われるものや、専門家の間でも議論の分かれるものも存在する。 仙台小槌銀及び、合津銀版などは、通貨としては、手の込んだ作りであり、両目及び額面は、一般の通貨との整合性が見られないことから、流通目的というよりは、縮中線の部類と考えられている。さらに、伊沢海賃、河越のを通用、阿修通り宝及び、 土佐関係の類は市中貨幣にとどまり現存も数品を数えるような希少なものがほとんどであり流通した形跡は全く確認されていない土佐藩はむしろ天保通り宝の密輸を大々的に行い未移はその偽装工作と考えられるべきものである地方貨幣で広く流通したと考えられるのは仙台通宝箱立通り宝 秋田津は銭、秋田派お及び琉球通り、宝ぐらいのものである。現存数や、現代の古銭市場での価値を見ても、仙台通宝、函館通り宝は、現存数が多いため現代の古銭市場での価格も、安いが、琉球通り宝は、数千円以上、それ以外のものは、全体的に現存数が少ないため、数万円あるいは、数十万円以上のオーダーで、 取引されている。また、半札及び、旗本札なども、司法貨幣の部類に入るものであり、これらは広く流通し、特に銀札は、江戸時代後期に流通口が減少した長銀などの、氷涼銀貨の代役を務め、銀目取引の主導権を握った。ありがとうございます。